松平家次は戦国時代の武将。桜井松平家三代当主。通称和剣持。安城市の菩提寺にある桜井松平家歴代の墓所。家次の墓は左から二番目。松平清貞の着難として誕生。天文十四年、広半縄手の戦いで、家次は父、清貞、堺忠隆。 坂木原長政らと共に、松平広忠と戦うが敗れる。翌年には忠敬は許され、家継の居城、終わり国品濃城は、忠敬の居城となり、品濃城を明け渡す。天文22年、三河国下和田の領地をめぐり、主君、今川義元に訴え、当時松平家の松平忠重と争うが、後事2年、家継の敗訴に終わる。 松平元康の命で、信濃城に攻めてきた、織田軍を撃退し、功績を挙げた。A66 年、三河一向一揆が起きると一向を側に味方した。進むしたるところに、A65 年神術に、野寺の寺内に、ただ者の言うけるを、堺科学上仕込みて、見断しければ、A66 年水の問い正月に、おおの門と修より相手、トロ、ハニ野寺、 佐々木に取りかごりて、一気を起こしてご敵とせいその耳、老、桜井の松平剣持殿も、高川天都行ひれ相手、別心をひれ聖蹴り。三河物語永禄六年七月二十九日死去。松平家忠日記には、一気が収束した永禄七月二月に、家継が、類予のご家門であるとして許されたという記事がある。関政府では、 A66 年没に疑義を示している。A67 年没とする説もある。完成重修書家府では以下の順で史上記している。ありがとうございます。